さあ、今日も今日とて固まるぞ。大きく固まるぞ。牛か熊を巻き込んで惑星を作る。何を言うてんの？え、これ完全に知らん。完全に知らんな。王様は今落ち着いています。記憶はゆっくりじっくり思い出せばいい。でもね、どこかにうずうずするところがあるのです。やたらに血の気が多い感じ。王様の中で野生が叫んでいるのです。荒々しく、たけだけしく、どう猛に。早く思い出せと吠える衝動的な何かが適当やな。さてはストーリー、なんだろう。大きな生き物、獣。キーワードは極めつけ。極めつけに大きな獣を見つける。そんな塊を作ればいいのかな。行ってみる行ってみるじゃないわ。ジグリス・ユーフラティス川。よし、この匂い、獣のいい匂い。いっぱい動物がいるみたいですね。今回のテーマはちょっと変。牛かクマのどちらか一頭だけを巻き込むの。どっちでもいいから、一番大きなの一頭だけ巻き込んでください。牛でもクマでもないものをたくさん巻き込んで、できるだけ大きくしてから巨大なやつを。王子にはちょっと難しいかもね。で、あー、なるほど。だから牛かクマを巻き込んだ時点で終了ってこと。 OK。 とりあえずクマそういうことかそういうことな。今理解したわ。てか、まあ理解はしてたけれども、このステージの趣旨を今理解した避けなきゃいけないんやね、クマは。と牛は乳搾りとか冬眠とか、そういうことでしょ。うん、すっかり思い出しました。極小クリアタイム1秒今回牛じゃなかったんですね。あれ、クマも巻き込んでない。え、これ、この虫みたいな顕微鏡持ってきてください何がたくさん巻き込まれたのかな。ラブリーデンジャー2個。それにしてもラブリーなものだらけの塊になりましたね。王様はどちらかといえばデンジャーなものの方が好きですけど。ではポイント計算しますよ。ここがこうで、それがあれで2点。あ、でも結構いった。へえ。ゴミの塊ができちゃった。牛もクマもがっかりです。あ、でもなんか言うほど怒られへんかったな。吹き出し赤いルーナだから怒られるか初期塊やそうなんや、開始時点で最初に持ってる。あ何を見てるの。どうしたの、口閉じ。何この部屋。あ、牛。そんなもんもう一回やるっちゅうね。ちなみに牛が赤色のなんか布に反応して突っ込んでくるって、あれ嘘らしいですけどね。牛って色の判別ができへんから、あれただ単にヒラヒラしてるもんに対して突っ込んでるだけで。よし。え牛乳マジで。むずくないここ。だ、もうあれか、もうオージルックとかを利用しまくって、周囲に余計なもんないかをこう確認しながら行かなあかんってこと。え、むずいこのステージ。ふう、やり直しができるのが地味にきつい。よいしょ。そのもう間違ったものを巻き込んでしまった時点で即終了やから、ちょっと今回あかんから、やり直しますができへんねんな。終わってしまうから、一回評価画面を経由せんとあかんので、もう一回やるためには。
だもうめちゃくちゃ慎重に動こう。この辺は安全、この辺は安全、これは多分ダメっていうか、まあ、まずダメ。よし、こいつら、これもいける。こいつらはダメやろうけど、サイズ的にまだ巻き込むのは無理。おっ、いや、ちょっと待って、これトラップやろ。ちょっと待って、危な、取ってもどこやった。これ取ったら集まってくるやん、クマ。よし、色変わったやつは取ったことがあるやつやから、よいしょよいしょ。ちょっとこの辺やばいな。安全そう、安全そうなやつ、安全そうなやつ。これは取れるやろ。これは、あー、サイズ的にまだ無理か。この辺の人巻き込んで、うわ、ちょっと待って、これ牛柄や。人魚姫巻き込んで、よし、葉っぱウサギ、百葉箱はまだ無理か。うわー、これクマやな。あっち行け。カカシ欲しい。カカシ。ちょっとこいつクマ持ってる。あ、この植物欲しい。タルと、いやー、ちょっとクマいる。危ない。オッケー、サイズ変わった。うわー、これクママンや、よく見たら。クママン。地毛クママン。この客席にいる奴らはみんな人やな。しるっとクママン混じってたりせえへん、大丈夫？よし。危ない。これぐらいのサイズになってきたらもうやばいな。見えへんうちに巻き込んでしまいそう。ここでしょ、タイヤ、ドラム缶で、タル。クママいる、クママいる、危ない。クマママジで、うわー、自販機わかんかった。あ、自販機いけんねやと思ったら、もう自販機混じってた、くそ。王様の牛の範囲広、牛と認める有効範囲が広すぎる。はい、まあいいや。どうこれ、フェンスによる牛熊あれでしょ、マタドールとか金太郎とか、そういうことだよね、間違ってないよね。はい、肩回りね。もうもう自販機、まあまあ、あ、そっか、でかいものを巻き込めばいいんやな。ってことはもっとでかいの捕まえに行きたかったな。普通かな、もっと大きさはたくさんいきますよ、大きなものはたくさんいますよ。136個、この塊なんか目隠さくない？わかるけど、出ました、80点。まあよしとするか。ちょっと単純にこのルールが苦手。多分やろうと思ったらもっといけるんやろうけど、なんか僕もっとうわーコロ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 みたいな、そろそろいつもの塊魂が懐かしく思ってます。マジでそれ、ほんまにそれ、僕はもう片っ端から全部巻き込んでいく、あの感じが好きやから、普通の塊魂やらしてくれ。よし、やっぱりこれは巻き込まないでみたいなの結構ストレスやわ。よし、次のステージ行こう。これか、星を作る。88星座を集めて天の川を作る。あれ、これもなんか見覚えあるぞ。なんかロボコスモのステージって全体的にビューティフル魂から来てない？なんか一通り見たことあんねんけど。ビューティフル魂、ビューティフル塊魂は結構やってたからなんとなくストレージ覚えてんねんけど、これもあった気がするぞ。あ、だってもうほら、曲名がビューティフルハミングバードやもん。絶対これビューティフル塊魂のステージや。星であります。いくら星を作っても追いつかない。早く解放されたい。むしろロボ自身が星になってしまいたい。かわいそう。
生み出されて星を作り続けさせられる仕事をさせ続けられて二畳一間与えられた空間二畳一間かわいそうやな。セレブな庭、ロボの庭なんか3平米であります。星であります。この宇宙にはたくさんの星座があったはず。これぐらいの時間で星座に関係あるものをなるべくたくさん巻き込む。うん、なるほど。まあ、カニはカニ座やな。あ、でも黄色、一番ちっちゃいカニしか取れん。あ、これは、あ、いて座関係ってこと。この弓矢、あとこれ何、絵の具、絵の具って何の関係があるの、わからん。これ何、うん、何、おお、時計、時計、時計って、時計は、時計は何座、時計座。よいしょ。星座とか全然詳しくないので全くわからんねんけど、でもなんか何巻き込んでも大体褒めてくれんねんけどええやん、それ星座関係あるやんって言われんねんけど。おお、あ、よく見たら左下に 何座なのか出してくれてんねんな。キノコ座、キノコ座、キノコ座、キノコ座。キノコ巻き込まれるのか、まだ。あれは、あれはないんですか。クソ、鳥、鳥座、鳥座、鳥座、ウサギ座、ウサギ座、クマ座、クマ座、クマ、クマ座、こ、コグマ座みたいな、なかったっけ。猫座、魚、なんか、た、タチウオ座、タチウオ座、ウナギ座、これ、なにこれ、カ、カブトムシ座、ウニザ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 、あれよ、ウニザ。あれ、あ、そっか、次のステージ行けだったか。いや、でも、もう少しこのステージで、あれないか、あの、ハート、ハートって巻き込み毒というか、もう取っといて何の損もないから。条件的に多分ね、あの、左上に出てるけど88分のやから、これ88をどれだけ多く巻き込めるかやと思うねんな。てかすげえいい曲じゃない。あー、キノコ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 座、キノコ座、キノコ座、キノコ座。これは何、あの、あー、なんかウサギリンゴ、ウサギリンゴ座、バラ座、お、ウサちゃん、ウサちゃんバルーン座、ウサバルーン座、鳥座、鳥座、よし、鳥座、鳥座、どこや、ハートどこや、ハート、ハートどこ。あー、この辺欲しいな。ひまわりだ、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 よし、ない、ない、取れない。なんかないかな。将軍、将軍座、武将座、あー、ツタンカーメン座、ツタンカーメン座、ない、クソ、あれよ、屏風、屏風座、あー、折り、折り紙座、折り紙座、オリオン、オリオン座、オリオン座、鶴座、鶴座。これはなんか男子学生座、男子学生座、そ、ない。山猫座、山猫座、へえ、猫座もあんねや。じゃあね、今の本マグロ座、金、金海座、金海座、忍者座、忍者座、ザ、ザ忍者、あ、あ、ちょっと忍者飛んだ、忍者飛んだから、あの忍者を取れる。これは ピザ座、ピザ座、松明座、松明座、アロハオエ座。今何か、あ、メイツか、忍者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 座、花瓶座、王座、お、王座、熊、熊座、するざ、するざ、するざ、する、するって中でもあったよな。単調ずるざみたいなのがあるかもしれない。屏風座、なんかすごい、すごいでかい。え、ちょっと待って。あ、おにぎり座、おにぎり座、おにぎり座。ハートは？建物の上にあったりするか。あ、そういえば羊巻き込んでなくない？お羊座はあるやろ。お羊座、ライオン、獅子座か。獅子座。結構のサイズになったな。
いや、塊魂やっぱこれですよね。はい、ツタンカーメン座、これが楽しいゲームやから。よいしょ。はい、男子中学生座。何、なんかフェニックス取った。フェニックス座、フェニ座。いや、でもまだ10個以上取ってないのがある。マジか、そんなに。これはサイザ。ああ、動けない。なんか適当にかけまぐって、この辺戻ってきてなんか取れたりとか。79か、あと9。戻るであります。今星座、これ星座って聞かれへんかった。知らんわ。俺が聞きたいわ、これなんや。ていうか星座作りたいのに、こんな星座に関係あるもん巻き込みまくったらゴミしかできへんやんけ。この望遠鏡で観測してみであります。これは望遠鏡ではなく塊。大きさは、うん、806。あ、もう塊のサイズはカウントされへんねや。一光年サイズであります。巻き込まれた星座がかわいそうであります。サイズ的には大したことないってことかな。水族館ゲームを。花、この塊は水族館ものだらけでありますが、星座とはあまり関係なさそう。総合得点計算中。39。うん、いまいちか。マジか。星座らしきものはほとんど見えない。マジか。星座じゃないもの巻き込みすぎたってことか。プレゼント、ドラム。小さすぎてロボには装備不可能。ドラム、何をしたら得点が。うわ、何君すごい。ミッキー3つ出てるね。これ何をしたら評価が上がるのかがいまいちわからん。863星座。ちょっともう一回やらして。これは多分ね、塊がでかくなりすぎて消えたんよね、のが多分いくつかあるから、塊がちっちゃいうちに拾っとかなきゃいけなかったもんがあるんじゃないのかなって気がすんだよな。ちょっと、ここ何が出る。ダーツ、カレーザ。何やカレーザって。一体何やそれは。懐中時計。この辺のちっちゃいやつがね、多分ね、序盤しか巻き込めへんのに取り忘れてるみたいなのが多分あんねんな。から自分のサイズが大したことないうちに。餃子。バカにしてんのか。多分この辺をしっかり拾っとかなきゃいけなかったのに取ってないみたいなのがありそう。だからちょっとこの、っていうか多分ね、このすごい引っかかってる。このマップ内にあるもんほとんどが星座に関係あると思うから、ちょっと丁寧にここを見ていこう。蜂の巣。なぜ蜂の巣が。この辺とかどう。ウサギ座、コップ座。この辺はでもなんか一通りちゃんと通った気がするんですけどね。とはいえなんかちょいちょい虹色に名前光ってるよな。左下の名前が虹色に光ってるやつって初めて巻き込んだやつやねんな。ってことはやっぱ取れてないやつがあったんやな。ん、なんか3つ巻き込んだ。あーでもなんか初めて巻き込んだやつでも星座に多少あんまさほど関係ないみたいなちょいちょいあるな。外に出て、ここもまたサイズがでかくなりすぎるうちに巻き込み損ねてるもんがあるかもしれん。彫刻、細かく巻き込んでいきたい。
細かく巻き込んでいきたいって言った直後にめちゃくちゃアバウトに巻き込んでしまった。すげえ。いやでもどうですか、さっきよりも巻き込み量は多いんじゃない。ほい、この辺とかもなんか取り漏らしありそうやな。ほい、で、このサイズになってから来てしまったか。キノコ、こういうところにもなんか隠されてそうやよな。隅っこにしか設置されてないやつとかあるんやろうな。今便座って取れへんかったバカにされしてんのかはい、あと、あーまだなんかヘリコプターある。あのヘリコプター使いそうやな。ヘリコプザ、さあどうだ。クジラ、クジラザ、はいクジラザ、んこれはサイザ、はいサイザ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 、痛い。残り何分？分。どうでしょう。あーさっきよりかはやっぱりでも進んだね。うまー。あのヘリコプターは？ヘリコプターあるんじゃない？やっぱり。ヘリコプター。あ、フェニザ、はい、フェニザ。あーでもほらあと4つやで。あと4つ。トーテムポールザ。トーテムポール全然取れへん。トーテムポール関係ないかな。もう取ってないのないで、だって。この辺りでヘリコプターが欲しい。ヘリコプター行けへんかな。でもこれ無理か。あと4つか、わからん。まあ、さっきより点数は上がったやろ。さっき79やったっけ。5個増えたんか。80点ぐらいは欲しいよな。100点を目指してないとはいえ。大きさは、うん、1099。50光年サイズであります。いまいち普通つまらないまあ普通ならもういいよ。水族館、水族館どうしても上がっちゃうよな。69点。うわ微妙やな。あでもメイツ手に入ったな。これなんか普通の人みたいな来た。ポックル、うーんまあいいか。物川にしといてくれ。物川を壊すな気軽に。よし。